はい、夕方の4時半だね。もうそろそろご飯作らんといかんでの。おじいちゃんがな、ご飯待ってるでや。はい、それで何を今日はご飯しようかなっていうと、奥さんはねもう仕事出られてますんで、昨日の汁とかねなんか残ってるんで、これね汁じゃん、これはトロトロだよ、ナスのトロトロでしょ。毎日料理作っていくと必ずこう残るんだよね、残るっていうかさ、オーバーラップしてきますよね。これが一昨日の汁ですよね。だからこれを捨ててはもったいござそうらん。もったいのうございますねえ、マセイさん。いや、これをもう一回使おうじゃないの、食べようじゃないのっていう感じになりますね。今ここがこういう風になってますね。もうね、あ、いけねえ、ご飯トイレちゃん炊くの忘れてた。どうしよう、急いで炊かんとな。ご飯トイレね、こう炊くんだけど、うちはほら、俺がタンクタブス一切取らないから余っちゃうんだよね。2合とか3合炊いても、だから大抵は、なんだっけ、冷蔵庫入れとくんですよね。なくなるなぁと思ってたの、なくなるの忘れてましたね。じいちゃんはご飯食わなきゃいけないから。まあ、ただね、こうやって炊きたて食えるからいいじゃないの。サンゴ、サンゴ節炊いてはタッパーに入れて、取っときます。炭水化物は毒じゃないからね。あまりに魅力的だから、その、なんていうの、食卓の上から、さまざまな食べ物の要素を押し出しちゃうんだよね。それが問題なのさ。それでは今日は、これから汁を作りましょうかね。ちょっと味噌汁まだ残ってるの。もったいない、食おう。もったいないっていうのはすごい大事な思想ですよね。商品って市場価値ではないんですよね。市場の価値からしたらそんなの何十円でしょ、何十円だから別に捨てたって損失は何十円とかになるんだけど、生命としてもうコロニーの中で使われるねものはその中には残る、あるわけですから、それを捨てるっていうのはもったいないね。もったいない。あ、これじゃないの、あっちだ、これも温めなきゃ。これはナスのトロトロがね、昨日の夜のやつですね。これはおとといの夜のやつですね。余ってます。これももったいないですよね、このまま使わないとね。みんなでしょ、お弁当屋さんとか、なんかから、お弁当買ってきて、せいぜいでなんとかスープみたいなのをね、インスタントのスープ作って、それ飲んでると思うんだけど、そんなことしないで自分でこんなもん作りゃいいんだよ。やっぱ、でもそれができないのはなぜかってことも、理由があるわけだよね。後片付けだよ、後片付け。後片付けと、それがこうやって料理を作るノウハウっていうのがね、家族っていう、家庭というね、シェルターがバーンと壊れた瞬間に、なくなっちゃったんだよね。だから平気であるでしょ、フェミニズム論者っていうのは。女性は解放された、解放された、そういうこと知ってるけど。解放されたって言って、喜んでていいもんじゃないよ。解放された代わりに食事っていうものを外注化しちゃったから、もう、誰かが商売をするために食事が使われてるわけだよね。もう言っちゃおうかな。こういう野菜とかなんかの中に入ってる、こういう素晴らしいその何、栄養素ってのがあるわけだけど、それが、
乾燥や濃縮、収集、濃縮、乾燥濃縮、乾燥濃縮抽出っていう工程を使うんです。で、こう、出た、通り過ぎた食材の中には何も残されてないよね。あの、乾燥のコーンスープなんてさ、これ早い話で水みんな抜いて、残ったミイラに水かけて、水、お湯で溶かしてるだけでしょ。この一個一個の細胞の中に入っている代謝物っていうのがどれだけ身体にとって必要なものなのかっていうことを、昨今の生活習慣病っていうのは証明してるわけ。そう考えれば医者の言うようなエビデンスなんてありゃしない。当たり前です。比較ができっこないんですよ。その食材がどういうプロセスで作られたかってことをね。それともう一つ大事なことは、こうやって食材を素材から作らないとダメだよっていう考え方っていうのは、サプリメントとかお医者さんとかの商売を奪っちゃうよね。サプリメントメーカーさん困るよ。けどね、もうこれだけいろいろガンガン、これが効くあれが効くっつってるのがもう効かないっていうふうに分かられてきてるわけだから、もうそろそろね、気がついてくる人が出てきてるよ。医者の言うこと聞いたら殺されるだけだって。週刊誌とかなんか読むと、みんなそういう特集とかやるようになってきてるでしょ。あれ、結局は世の中の人がもう医者とかは俺たちの健康を食い物にしてるだけだよねって感じ始めてるってことを意味してますよね。仕掛け直しの時もね、ただ食べるんじゃダメ、何かしらこういう風に入れてあげればいいね。そうするとさ、今日は玉ねぎ入れましたよね。玉ねぎの中に入っているさまざまなその代謝物がスープに戻っていきますよね。で、これでちょっとだけその中に入っている水が全体のかさ上げしてますから、このまま煮てってみると分かりますよ。だんだん玉ねぎの殻がなくなっていく。そしてこの中にはものすごく美味しい栄養が、食べ物くんがいるんだよね。ワンダフルだよ、素晴らしい。はぁ、椎茸も入れるつもりだった。キノコとかなんかだってさ、これ栄養分析やってる連中の内容から来たらさ、大したもんないない言うし、ビタミン D はこれ日に当てると増えますとかバカなこと言って、まあその通りなんだろうけども、ビタミン D になるまでの前駆体だとか、なった後での代謝物だとか、そういったものがものすごいたくさん含まれてるから、一瞬のそのなんていうの、一瞬の姿としてビタミン D が見えるわけでね。それを抽出して、乾燥させたものを抽出して飲ましたらビタミン D が入ったから、これ、あ、これくる病効くよ、すげえよ。どん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 ビタミン D、これに効く、あれに効くって、いろんなこと、ビタミン C もそうでしょ。ビタミン C ってのは抗酸化作用があるねって、はぁ、すげえね、なんつってさ、今度がんにも効く、何にも効くって言うけど、がんにも効く、何、いろんなものに効くぜなんつってさ、どん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 、あの、大量摂取、大量投与させてって、結局効かねえねっていうことになってるの。あれバカよ、バカ。本当に医学関係者ってのはなんていうの、目も当てられないの。あの、医者っていうのは、とにかくマニュアル通りに治療をしないと、心象的ね、って言うんだけど、あの、人を傷つけることになるから、医療行為ってのは。だから、決まった通りの治療しかできないわけでしょ。だから、新しい問題が、私たちの身体の中に起こってきて、それでどないするべきかって時に、
新しい問題を今までのマニュアルで解決しようとしてるわけだよね。解決できるわけないだろお前ら。俺もうそのことに気がついてさ、すっげえ大笑いしたね。50年前存在しなかった病気を50年前の治療方法で治そうとしたよね。それはまるであのあれだよね、多くの感染症を教会の護符で治そうとしてるのと一緒だよね。新しい世界観が必要なんですよ。パヤッパーパー、俺だ、それを見つけたのは俺だ、キムチだ。キムチパヤッパー、美味しいぜパヤッパー。はい、今こっちの方でガタガタと煮えております。これね、クツクツとある程度煮えないと、玉ねぎっていうのはあの組織の中に非常に強くあの美味しさが、つまり、まあ栄養だよね、あの分析されてない栄養が入ってるから、うん、うまい。そうですか、そういうものはね、結構入ってます。もうちょい入れてみましょうね。はい、里芋がね、ちょっと溶けてて美味しかったしますよね。うまいと思うんだがな、もうちょい味の素っていうか、味の素じゃない、これ出汁の素入れましょう。多分これでいいね。美味しさの中にこそ私たちの栄養物が待ってるんですよね。はい、じゃあおじいちゃんにもこれを差し上げようか。うん。カレー。パイパー。なんか発酵食品がいいとかさ、なんか言って。好きでもね、キムチ食うのやめろよ。な。自分の身体っていうコロニーにとって素晴らしい、美味しいっていういいものっていうのは、ちゃんと食べた時美味しく感じるから、食べて美味しくないものはダメよ。分かったかね。やっぱそれで今朝からの料理が残っておりますんで、これね、大学魚2種類で、これがイカ大根ですね、里芋と大根ね。朝からさ、あんなに一生懸命あのなんか作るっていうのはちょっとこの人変じゃないって思う人も多いかと思うんですが、朝あれだけ作ったものを全部食ってりゃ変だよ。そりゃ変だよ、俺だって変だと思うよ。あんな3食分も4食分もあるような食事をさ、一度に作ったら変だよ。こうやってイカ大根なんかを作ったもの、イカと里芋の合わせ炊いたやつなんかをちょっとずつ1日2日かけて食べていくと、素晴らしいよね。見てちょうだい、こうやってなんか1日30種類食材を食えとかさ、なんかバカなこと言ってる人いるけどさ、俺は1日30種類のバランス弁当とかっていうのを食ったけど、マジマジみんな大量生産商品だから、煮詰めなんてのもいっぱいあって、あ、ヘルシーかなっていう感じするんだけど、食ってみると
みんな同じ味、みんな同じ味しか素材の味がしない。当たり前だよね。こういう煮しめとかなんかそうだけど、硬いかったり骨残ってたりすると大変だから、みんなザゴザゴに茹でて、それをだし汁にザボッとつけて出すわけでしょ。そんなもん見んじゃねえ。そんなもん食ったってしょうがねえよ。これね、昼間のお弁当ですね。お弁当じゃない、昼間の飯ですね。箸落としちゃった。昼間の野菜炒めね、少しだけ残ってますね。こういう野菜炒めもこう乗せてやってね。つまり一日の食事っていうのは、僕らどうしてもあれだよね、弁当買ってきて一食で食うっていう考え方しちゃうから、こうやって配膳しながら作っていくっていうことが分かんないんだよね。鶏の唐揚げにこのね、卵焼きなんかね、これなんかうまそうじゃろ。このだし巻き卵、これ上手なんよ。大事なのは、そんなんていうの、料理を作るスキルみたいなものが、僕ら忙しいから、みんなそれを勉強する時間がないんだよね。ポコーンって消えちゃいましたよね。どうすんの、これで。どうしたらいいの。うまい。まあ一番いいのは、60くらいになってきたら、だんだん仕事セーブして、料理作る時間作りゃいいんだけどさ、どうしてもそういうことできないね。うちの袋80くらいで、まあ83で亡くなるんだけど、あれ？もっとか、87か8か。で、亡くなる、ん？いくつだあれ、死んだの。まあ、亡くなるんだけど、そうすると、だんだん料理作れなくなるよね。猛烈に悲しいですよね。だから、お袋がだんだん、だんだん作れなくなっていく過程を一緒に過ごしてたよね。これ、またもう一個入れましょうかね。昨日のナスのトロトロもね、ナスのトロトロと言うんだから、ナスがほとんど入ってないという。それからホタテが入れたからね、入れてあげよう。こんねえぞおい。まあいいか、これ、うん、ほら、ね、こういう風になってきましたね。で、ヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルト、ゴーゴー。ヨーグルトなんかフルーツインヨーグルトなんて売ってるけど、あれフルーツって言ったってみんな缶詰みたいなもんだろ。まあ、毒じゃ悪いからさ、シロップでみんなガツガツに煮てさ、中の大事なフレッシュな様々な栄養素を失わせるってのはしょうがないよ、それは。そんな形だけのもの食って、ん？栄養満点？なんていうのは、間違いよ。食事哲学者ってのがいるんだけどね、僕はそういう人になりたいよね。でも金儲からないよね、パやっぱ。じゃあ俺どうする、上地かよ、上地にかよ、上地に、上地にいません。ああ、まあこんなもんでいいんかい。はい、ということで、ご飯が炊けたところでキャベツ切らんときたね。キャベツをここに切って入れて、ご飯食べて入れて、これで、あとお酒だね。お酒。すげえね、90なんだけどさ、うちの親父。まあ、いいんだけど、元気いっぱいだろうね。で、おそらく認知症とかからも縁がない人です。僕は認知症っていうのも生活習慣病の一種だっていうふうに考えてて、食事が、大事な要素が入ってない食事をするために、脳髄の周りのね、脳髄、脳をくるんでる脳髄っていう大事な関門があるけど、そこのタイトジャンクションが破れちゃって、脳の中に様々な、バイキンが入り出すようになって、それでバイキンというか細菌生命ですね。マイクロバイオームが入るようになって、それをこう、
まえるプロセスっていうのから出てくるのがレビー小体とかアミロイド β だっていう考えてるから、いくらそのレビー小体とかアミロイド β とかを排除したところで治るわけがないね。これはもう痛風とかなんかそういったものと一緒ですよね。体内で作られてるものなんだからさ、一番の原因を正さなきゃダメ。それは食事がいない。頑張ってご飯作ろうよ。おう。